どうも、お酒は立ちなってかまさやんです。こんにちは。今日は2021年の1月の6日、仕事休みなんですが、これから会議です。ということで、ドライゼロ飲んでおります。お歳暮でもらった分がずっと残ってました。はい、最近ね、ちょっと更新スピード落ちてるんですけども、まあ、年末年始からいろんなね、ちょっと動画作っては消し、作っては消し、まあ、さまざまなことチャレンジしてるんですけども、やっぱりね、自分が面白いと思わなきゃ少なくとも出しちゃいけないなって思ったんですよ。新しい動画に関しては。やっぱりなんかこれつまんねえな、なんか足りねえなとか思ってて、いろいろ試行錯誤しながらやってる最中ではございます。まあ、ちょっとね、2021年、ちょっと新しい動画チャレンジしたいと思います。明日、明後日ぐらい出せたらいいかな。まあね、それがまあ失敗したらまたね、次いろいろ考えていけばいい。はい。よろしくお願いします。ということで、第三国志。やってますよ、第三国志。マッチコリやってます。ちょっと同盟内とかね、ほとんどね、喋ってないんですけど、ちゃんと動いてます。はい。ご安心を。挨拶程度です。ということで、ちょっとね、2021年ですか ?2021 年、ね。ちょっと、南蛮、蛮族、舞台。これね、ちょっとしっかりと押していこうと思っております。はい。で今はね、やっぱり、黒眼鏡法ですか猛角、宿友。このコンボが非常に強いと、削り舞台としてめちゃめちゃ強いということを皆さんね、使ってらっしゃるとは思います。はい。で、手帳遊戯に限っては、今期のね、私、使ってた、使って、過去形になってる、使ってた、ね、倍の力。まあ、これがありましたんで、まあ、比較的、使ってる方は多いのかなと思います。まあ、倍の力ね、注目すべき一つの軍事戦法であることは間違いないと思います。ただやっぱり、ね、この倍の力出てこないとか、あとは、まあ、倍の力出るけど、思ったよりステータスがうまく上がらないとか、まあ、兵士とか、まあ、そこら辺がうまく噛み合わないってことで、断念したっていう方もいらっしゃるかもしれません。はい。ということで、まあ、現在ね、この倍の力やめてお前何使ってんだって話なんですが、まだちょっと対人ではほとんど当たってないんですけども、ゴツとオツコツを入れた編成でございます。で、ちょうど年末にさ、オンラインの飲み会したときに、後半ね、まあ、この話になったんですよね。縄さんと子供さんね、いらっしゃって、ちょっとゴツとオツコツをさ、使ってくださいよと。強いんです。まあ、ちなみに子供さんもこの編成の記事はあります。ゴツとツコツちょっと使ってくださいということで、今日もゴツとツコツ、まずね、紹介したいと思います。まあね、あんまり当たらないらしいんですよ。しかも、あんまり当たらないということで。ゴツとツコツ、やばいね。身長がやばい。でかすぎる。これはい、ということで、ゴツとツコツね。はい。猛角の盟友らしいです。密林の獣や蛇を食べると言われている。体には硬い鱗で覆われておりと。刀や弓を通さなかった。やばいな。配下の投降兵が身につける鎧兜は刀や矢も通用せず、川などでは浮いて移動できたと言われている。めちゃめちゃ強い。ということで、まあ、こいつ、まあ、基本、攻撃力高いで、防御力も結構高い、はい、頭悪い、これはしょうがない、まあ、歩兵ですね、はい、距離、攻撃距離2で、まあ、結構前衛に使われてるのはたまに見るか、たまに見ないか、ほぼ見ない、敵の NPC の舞台でたまに見ますか、はい、こやつのまず固有を見ていきましょう、こやつの固有ね、投降攻撃です、受動、距離1。まずすごいのが敵の指揮戦法の影響を受けずもう強い、まあ、これだけで強い、
ぱ今回バーイの力を使ってる時、造兵でやった時に、まあ、味方の指揮戦法とかも影響も受けないっていうことだったので、まあ、白人とかあるじゃないですか、万人とか、まあ、もちろんヒソとか大将さんとかそうなんだけども、まあ、そういうのも一切受け付けないっていうことだったんだけども、今回は味方のは受け付けるが敵の指揮戦法は影響を受けない。これも強い、うん、半径の策ね、テニスダンキン聞きません、リョモン白衣とこう聞きません、はい、まあ、そういったことで影響を受けないだけでもこれだいぶ強いと。で、毎ターン初めての手動戦法を発動した後に距離が4以内の敵軍複数に物理系攻撃を行うと、ダメージ率 100%、 さらに対象の次の物理攻撃、策略系攻撃のダメージ 50% 低下と、めちゃ強いですよね。で、まあ、手動戦法発動、した後に、まあ、2体当たるんですよね。2体。結構のダメージじゃないですか、これ。さらにデバフもかけるということで、かなり強いということで。子供さんもこれ強いですから。使ってみてください。で、テンプレは、テンプレ戦法は戦撃、砲撃艇とかね、聞きました。俺ね、大失敗というか気づかなかった。俺、まあ、新しい武将とか戦法出た時、全部ね、やっぱり、皆さんは分析してます？で、まあ、これはいっかってほっとくものが多いじゃないですか。僕は多いです。ということで、戦撃持ってねえし、義援と、あの二人組、二人組ね。あ、天下大乱来てる。オーロってありましたよね、皆さん。オーロ。やってますか、そもそも。二人組は確かいたはずなんだけど。あ、義援。戦撃に分析してませんね。はい、これですね、敵複数2体に対して物理系攻撃を当てて、さらに敵軍単体の次の物理攻撃が大幅減少ということなんですけども、まあ、ダメージはまあそこまで強くないんですが、これ発動率 50% ということで非常に高い。で、砲撃手が 40% なんで、まあ、投降攻撃がまあ高確率で発動、毎ターンね、発動できる確率高いということで、まあ、採用されてるようでござんす、はい、持ってないのでちょっと来るまではね、今回は総人ですね、総人、まあ、防御下げるんで、まあ、ナンバー物理系なんで防御下げて物理ダメージを稼ぐ。で、これもね、総人って情報修正確か来てますよね、最初のアップデートだったかな。うん、確か1から2体が2体確定になって忘れたけど、確か 35% ですね。もう一つは鉄撃ですね。鉄撃、鉄撃は 35% ちょっと低いんですけども、こいつの鉄撃みんな使ってますかってツイッターでつぶやいたんですけど、こいつやばい、このダメージやばいっす、ね、ということで結構アタッカーとして今使ってます。はい、戦撃来たら変えるかもしれませんけどね。まあ実際、まあ実戦ではね、まだ1回しかやってないんですけど、まあ平素の高数帯だったので、まあ、これからちょっと試していきたいと思います。で、猛角、コツコツコツ、祝祐夫人。祝祐夫人は、出ました。これだけで強い。類日検察ですね。いつ修正来るか分かりません。これだけでもめちゃくちゃ強い。もう夫人めちゃくちゃ強いですよね。僕、今回、まあ、押すといった限りは、来期はね、もう祝祐夫人をスターダレ使いますから。馬長の代わりみたいな形で。使っていく。押す限りは。スターだ、使っていこう。コスト低いし。バケモンっすからね、祝祐。使ってみても、今季使ってみて分かったよ。バケモンだわ。めっちゃ火力出る。やばい、こやつ。それ、類似検査と前衛ですから。でね、本来は、牙はね、検査つけれないんですけどね。この、バンヘイ。これ、バンヘイになったらつけれるってことなんですよね。はい。ありがてえ。でね、歩兵はね、そのオンライン飲み会でも言ったんですけど、まあ、話したんですけどね、アワさんとコロマさんに、リジンがマジ強すぎると。リジンやばい。リジンね。手動戦法以外の戦法に応じて、攻撃が22上昇ということで、まあ、66上昇と。やばい。やばいっす。ずるい。
これは強すぎだろう。猛角さんね、猛角さんね、まあ、この戦でも、ね、舞台でやっぱね、でもね、やっぱ半径とか万人入れないときついって子供さん書いてらっしゃいましたけど、確かにそうだね。それやっぱり一つ入れときたいということ で今回白人ですね。白人です。はい、まあ桜系攻撃はやっぱきついですね。頭みんな悪いんで、バン兵をね、何枚みんな頭悪いんで、そこで守っていくということで考えてございます。猛角もね、やっぱ強えよ。まず回避、敵軍の回避を無視攻撃できる、これめちゃくちゃ、もう回避全盛期でしょ、今。もう回避だらけでしょ。まあ、尊権回避、まあ、準優回避。もちろん基本的に言えば、鉄壁への、ね、回避も、まあ、もちろん一発目は、まあ、つくわけでございますし、ね、もちろん万人もあるし、類似、まあ、回避だらけです。これ無視して、スカーンって、ね、ダメージ与えて、めちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強い。猛角さん、僕ね、最初、検察、これ検察なんですけどね、検察を分析したんですけど、その後、まあ、あったけど出てくれてよかった。で、バフもかけていける。しかも、猛角のくせにっておかしいな。こんな雰囲気なのに、回復ね、してくれます。で、3ターンに兵力、大幅に回復し、ということで、味方全体のバン兵、増兵、投降兵の兵力が大幅に回復するということで、大体マックス1700かな、今の状況。さっき5000くらい回復してくれる可能性はあるということです。それで1個忘れてた。はい。投降兵を忘れて、投降兵。これを説明しなきゃいけない。投降兵です。ごちそうつこつは投降兵です。めちゃめちゃさっきね、説明した。めちゃめちゃ硬い。はい。ということで。投降兵なんですけども、加工のダメージを受けると、自身が2ターン暴走状態になる。もまあ、リクソンとかね、まあ周期、まあ周期ないか、まあ大凶とか、まあ、リージとかもあるし、あとあれか、先方でもね、加工の先方あるけれども、はい。まあ言っても暴走はね、まあ、全部味方に攻撃するわけじゃないし、まあそのリスクはね、まあそういったさっきの武将とか当たる、まあ5年ぐらいはね、あるけども、まあそれはそうでもないから、そんな高いリスクでもない。その代わり、投降。加工以外のすべての火ダメージが 30% 減少。めちゃめちゃ硬い。超硬いんすわ。だから、これが硬い。リスクを負ってでも、投降エリック。てな感じで、ちょっとね、まだどうなるかね。ちょっとこれから、対人とかで戦ってみないと分かんないんですけど、まあ、レベル7土地で、まあ、レベリングしてますから。余裕のよっちゃん以下ですね。余裕のよっちゃん以下でやっております。はい。まあ、今期は本当、まあ、来期もか。今年はか。今年は本当、南蛮部隊は絶対ね、5軍以内に編成して、もう、ね、高級戦法を積んで、ばっこり、パーティー組んでいきたいと思います。はい、今年は南蛮推し、アセン、よろしくお願いします。はい。ということで、お酒を出てあげませんでした。